一発勝負でいいからね、はい、この魚のポテンシャルの価値っていうのをもっと上げてやるんですよ。研ぎ澄まされるタイミングを狙うっていうのはこういうことです。噛んだ時に熱中してると噛み砕くじゃないですか。そこで旨味がゴーンって。じゃあちょっとアジ行きましょう。本当にふっくら、すごい。あ、もういい。倍ぐらい食べてる。調理がすごいですよ。お客さんの口の中で噛んだ時に完成させられるようにして。鮮魚店店主前田直樹さん、好きな言葉は不屈の精神。確かに高級魚っていうのは大事ですよ、美味しいし。でも50円のイワシが1万円の魚を任せたらすごくないですか。それ願いたいですよね。今12種類あって、魚とコンディションによってブレンドして作り上げる。あれ、はい、本当毎日ギリギリ乗るか。そうですね、よくやるっすよ。多分、まあ、そこのところで自分もギリギリまで魚を追い込むんですよ。結果、お客さん喜んでくれてますから、それが一回でも自分の楽したらやめた方がいいんじゃないかなと思います。地元の高級料理店や全国のグランメゾンに卸す魚は前田さんが担当し、これうまいね。小売用の魚は前田さんの父が担当する。うちの社長自らあれを取るっていう、あれがうちのスタイルなんですよね。締めサバお待ちのお客さん2つ1個、はい。前田さんの鮮魚店は1960年に創業。仕入れた魚の6割は手頃な価格で店頭に並ぶ。さあというです。手上げる。このぐらいに。ありがとうございます。鮮度がいい。で、うん、味が一種類が多い。美味しい。美味しいね。どの魚が好きですか。南。南。あ、マグロか。もちろんグラミゾンのお客さんもいますけど、支えてるのは焼津の魚好きのみんな。毎日たくさんじゃなくてもいいですよ。必ず一皿買いに来てくれる人。ただ高いものだけを買い付けて満足していたこともあるという前田さん。勉強をし直す覚悟で出向いた東京築地。魚のクオリティ、種類、単価、全てにおいてかなわないですけど、鮮度は全然うちが劣っているものがないなっていう。ふと脳裏に浮かんだものがあった。それは父、ひろしさんの姿。365日、誰よりも早く市場に出向き、小さな魚も無駄にせず、手をかけ、良心的な値段で提供する。魚に向き合うっていうこと？町の魚屋さんだよね。親父たちのやってきた、その魚屋道っていうのをもっと磨きをかけると全国でも勝負できるっていうのを示したかったっていうのもあるから。前田さんは己の技術をもう一度見つめ直した。鮮度を保つための冷やしは魚種や魚体、調理法によっても変えるべきではないか。魚本来の持つ旨味や食感を上げるためにどんな工夫ができるのか。そしてタブーへと踏み込む
漁師たちへの直談判。釣り上げた魚に船上ですぐに処理を施してほしいと説いて回った。毎年結局魚が少なくなってるもんで、うちらが魚の付加価値をつけない限り値段が上がらないじゃないですか。できる範囲のことはやりますよっていう話で最初やり始めたんだけど、だん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 エスカレートしてて。頑張れ。はいはい。ペコちゃん。前田さんの魚屋としての覚悟は日本中の料理人たちに響いている。大丈夫ね、命までは取らないで。料理人の中村智則さん、一月後に天ぷら店を開こうとしている。処理を施した魚を持ち込み、互いの技術を確認しながら最善のバランスを探る。こうもなんないですね、これ。こんなプリプリしてる。なんでなんですか。冷やし方書いてある。もっとこう丸まってしまうと思ったんですけど。いや、突っ張らせんねえようにして。すごいですね。これで線が分かれて。手前踏むか。まだ。どうですか。そうですけど、ちょっと分かんなかったっす、全然。うん、持って感じは多分確かにもう全然手前だと思うんですよ。もっと、もっとよ。だけん。4日後、また中村さんの店を訪ねた。難しいね。難しい。確か。ちなみにだけが難しいって今の難しいで30回言ったからね、始まってから。俺ずっとさっきから数えてるけど、その難しいっていうのは絶対にお客に聞こえちゃダメだからね、はい、不安は料理にも現れていた。今一通りこうやって出したじゃん、トーンがみんな同じになっちゃうわけ、はいはい、トーンが同じになっちゃうとメリハリねえもんで、食感のメリハリと水分のメリハリがねえし、油の温度を微調整するのと一緒で、俺も魚の冷やしを微調整するだけだから、はい、俺ともが温度を調節するのにこう気にかけてるよりも最低10倍は差あるけんね。所作としてただやってるのか、実際自分が本当にあの衣を泳がした時に温度を本当に把握してもう一回確認できてるかどうか、はい、この温度が自分の理想の温度になってるかどうかっていうのが、うんうん、はい、俺その差だと思うよ。 俺がもし魚を冷やすっていうのだったらこんなにざっくりじゃねえもん、もう超さるからね、はい、すげえ気にしてないように見える。俺はこれちょっと厳しいことかもしれないけど、いや本当にそうですね。やっぱおっかなさありました、正直なとこね。これで失ったらどうしようとか、魚と向き合っててこういう風に冷えたらこういう風になってくれるだろうなって言ってても裏切ないですよ。思うようにいかないのが自然のものであって、人も同じかな。同じ生き物じゃないですか。その本当のここっていうタイミングの時にしっかりと自分が向き合えてるかどうか、そういうのってこうガチッと上がってくるんですよね。この辺楽しみだったっす、俺は。俺口うるさくもう拾ってくれって言ってるからね。オープンまで残り4日。前田さんは漁師をはじめ水産に関わる仲間たちを店に伴った。すげえな、ほんと膨らむっすね。こんな膨らむかな。
あっうまい。なんで音変わったの、ね、音で反応できる。ちょっと音と軽さですね、あとはもうここからは水分量ですね。そうそう、難しい。これまで関わることのなかった漁師と料理人。さんがあの作ってる姿が浮かんでくるので余計うまいですね。今にも海飛び込んでるぞ。これは美味しい。うまい、美味し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 い。こうやってやる見るとな、うん、小さいもんだな、価値あるな。そう、本当そう。そういうのが大事なんだ。いや、魚ってな、値段だけじゃねえぞ。気持ちいいっすね。本当。俺、うまいもん作ってる料理人がすごいとは思わないけど、それよりもどう、見えない背景を見える人の方がすごくない？どう？俺はそっちの方がよっぽどあれだけど、例えばこうやって言って、お、なんだ、ほじゃ料理屋さんだったら、お、魚はこういうふうにしてきたんじゃないかなとかっていう察するっていうのが、そういうの大事じゃない？どう？俺はそこだと思う。よっぽどそっちの方がすげえと思う。